今日はこの株の花枝の曲げ加工をしていきます。我が家では何度か動画でお伝えしている通り、今年の春70株から花芽が伸びています。そしてその株によっていろいろな形で花茎は伸びているんですけれども、大抵の株は光の方に向かって前方向に花茎が伸びてきてくれる場合が多いです。ただしこの株ですね、なんか両手を広げたみたいに真横に伸びちゃってるんですよ。しかも2本。これではちょっと壁にかけた時にですね、周りの株に対する干渉が非常に大きいので、今日はこの株の花茎の曲げ加工をしていきます。今日使う道具はこちらです。ミディコチョウランの支柱によく止まっているクリップ、それから100円均一で買ってきた麻紐です。このクリップはですね、意外と大きさにいろいろ種類がありますよね。今これ上から順に小さいものから並べているんですけれども、今日は割と大きめのタイプのクリップを選んで使っていきます。ちなみにこのクリップなんですけどね、何度か使われたことがある方はご存知だと思うんですけど、この中にですね、噛み合う部分があるんですよ。この部分は、支柱を立てる場合は支柱を噛ませる部分になるんですね。なのでこのクリップをコチョウランの花茎に実際につけるときにはですね、この奥のこのパーツの部分に、花茎をガチャッと噛ませないように注意をしてくださいね。この株は、2週間お水をやっていません。板付けで2週間お水をやってないとですね、ガッサガサです。根っこにも結構シワが寄ってしまっていて、通常ですとあまり良くない状態ですね。もうちょっと水やりを頻繁にした方がいい状態ですけれども、今回はこの株の花茎を曲げるためにちょっと水を抜いておきました。花茎が伸びている時は水をやったばっかりだと、この花茎しっかり水分が多くてですね、柔軟性をなくしてしまうような気がしてるんですね。力を加えた時にすごく折れやすい状態になってしまうので、曲げ加工をする時はちょっとお水を切ってから、切りすぎには注意ですけれども、少しお水を切った状態でやるのがおすすめです。このクリップに先に加工をしていきます。何をするかというとですね、こっちのバネの部分に麻紐を引っ掛けていきます。はい、こんな感じです。バネの外側の部分にコマ結びをして、麻紐を取り付けました。で、このクリップをですね、今日はこの曲げたい花茎につけていきます。このクリップ、先ほどのですね、内側で噛む部分が、花茎を挟まないように注意しながら花茎につけます。そしてその状態で曲げ加工をしたい方向に向かって引っ張っていきます。そしてこの先をですね、結ぶんですけれども、結ぶ場所はですね、どこでも結構です。今回はこの板付けの本体にぐるっと巻いて固定をしていきます。
はい、片方の花茎の曲げ加工ができました。このクリップからつながった麻ひもがこの板付けの板をぐるっと回ってここで結んでいます。花茎はですね、株から前の方向に伸びていってくれるのであればそのまま放置するんですけれども、こうやって真横に伸びていってしまったり、時にはですね後ろ側に伸びていってしまう場合もあります。基本的には光の方に向かって花茎は伸びていくんですけれども、室内で管理をしていると反射した光とか照明の光とかいろんな光の影響を受けて思った通りに伸びてくれない場合がありますのでね、そういった場合に今回のような曲げ加工を行います。はい、ではもう片方も曲げていこうと思います。向かって右側の花茎も曲げることができました。水を切っていたので結構テンションをかけても大丈夫でした。で、今回加工したこの株なんですけど、結構小さめなお花が咲く株なんですね。そしてすごく多花性なんですよ。見ていただくとわかるんですけど、この花茎がですねたくさん枝分かれしているんですね。そしてメインの花茎の先にもですね、すでに10輪ぐらい咲きそうな雰囲気なんですけど、その前に枝分かれが3箇所あります。こちらの花茎もですね、見にくいんですけど、このクリップをつけた、その先に、1箇所脇枝を出そうとしています。その先にも1箇所、そしてその先はもうはっきりと枝になっていますね。そして、つぼみが見えてきています。この子ももともとお花屋さんからレスキューした子なんですけど、結構小さめで、薄ピンクのお花がですねたくさん咲く子なので、まるで咲いてる姿がですね桜みたいなんですよ。なので、私はこの子をさくらちゃんと呼んでるんですけど、ちなみに、現在我が家にさくらちゃんは、2株あります。もともと3株あったんですけどね、友達がどれか欲しいと言った時に思わず1個あげちゃってちょっと後悔してます。で、クリップをつける位置はですね、こう脇枝とかがもし出そうならそこを、外すように、つけてくださいね。で、これはさくらちゃんと呼んでますので、しだれ桜みたいなイメージでですね咲いてくれないかなと思って期待をしています。このクリップの位置とこの紐の長さなんですけども、まあ、今後、花茎がもっと伸びていくにつれてですね、また少しずつ曲げを、強くしてみたりとか、クリップのつける位置を、もっと手前にしてみたり、位置を変えてみたりですね、することでまた曲げの、感じが変わってきますので、また花茎が伸びるにつれ少し、触っても大丈夫です。このクリップを使う意味ですね、直接花茎を麻紐で結んでもいいんですけど、麻紐で結ぶだけだとですね、この結んだ紐が結構つるっと抜けてしまうんですよ、滑っちゃって。で、そうなるとこの脇枝にぶつかって脇枝が折れてしまったりとか、することもありますし、まあそもそもこう曲げたい形に、曲がらないっていうこともありますので、紐で結んで、紐だけで結んで固定できる場合にはそれでもいいんですけれども、何分このカーブを描くツルツルの花茎に対して結んでいきますのでね、紐
やテグスだけで結ぶのはちょっと難しいです。このクリップがあるととっても簡単にできますので、もし花茎の伸びる方向でお悩みの方いらっしゃったら、この方法はおすすめです。ちなみに我が家にもう一株あるさくらちゃんはこの子ですね。この子はちゃんと前に向かってね、花茎が伸びていてくれています。こっちも2本伸びてますね。こっちも割と花の数が多そうです。はい、というわけで今日の動画はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。